happen。さて、それでは今回はアトリエ造形の王様チャンネルが登録者数1500人を超えました。なんか言い方おかしいかな。チャンネル登録者数1500人ということで、すごく、苦戦しました。で、過信もしてたんです、正直。去年あっという間に登録者数1000人に行ったので、このペースで行けば今年はもう3000ぐらい行くんじゃないかぐらいのね、まあすごい急にもう6年間売れない下積みがあったのに、あるなんか一定期間バッと伸びたことによって、甘く見てたところがあったんですけど、1500になかなか超えれないと。で、まあ最後の最後、その1500人を超えた、大きな要因が僕は自分の作品だったかなというふうに、思っています。そうあってほしいなと思うところではあるんですが、なかなか結果が出せなかったと。まあちょっとしばらく今配信離れてたこともあったんですけど、でもまあどうしていいかわからなかったと思います。結局張り付いてても。で、最後ね、今なんかポケモンカードの開封動画がすごいうち、視聴数出てて、何ヶ月も前の、半年以上前かな、に載せたものがたくさんの方が見に来てくださってるんですけども、どうしようかなと。この間教えてもらったのが、 YouTube の配信には 3H が必要だっていう、いつ頃からこう言われてたのか僕知らなかったんですけど、ヒーロー、ハブ、ヘルプかな、ヒーローって言われるのが、まあ誰がやっても回る配信、例えば開封動画とかっていうのは僕じゃなくても、そのカード自体が人気があれば開封動画に人気が出るので、これがヒーローで、ハブ動画、うちで言うとラジオ動画とか、それから作品動画とか、この人のが見たいって思ってもらえるのがハブ動画で、ヘルプっていう 3H の最後のやつが、ハウトゥー動画ですね。僕らの世代で言うと、やり方、料理の仕方とか、ストレッチの仕方とか、うちで言うと、旋盤の使い方とかかな、がヘルプになるのかなってざっとこう見てたんですけど、最近まあそのヘルプ動画っていうのはこう結局ブレイクしても後々しんどいと、常にそのハウトゥーの何かを発表し続けれるわけではないから、知識の限界が来るからしんどいんじゃないかって。で、まあその人でなければいけないって言っても特にないので、ファンがつきにくいんですって。で、ヘルプ、あ、ヒーロー、開封動画ですね、これもまあこの人じゃないといけないってことがないので、やっぱりハブ動画が人気になる、この人のが見たいっていうのが人気になる状況が一番いいとされてたらしくて、で、まあ、うちでいうその開封動画、ヒーローは少しずつ回ってたと。で、そんな中で、うちの作品制作の YouTube ショートがドカッと回り始めて、で、僕が見る限りまだ YouTube ショートは、減少傾向です。 YouTube ショートの動画が回るということはすごく少ないかなと思ってて、そんな中で、自分の作品動画が回ってくれたということで、なんとかねポケモンの開封動画を上回ったので、これが一つ登録者数が増えた原因なのかなって、それで登録してくれてると嬉しいなって思うところなんですけど、長かったですね。で、まあ次何を目指すかっていうところが、まあ、2000なのか3000なのか1万なのか、いろいろ思うところで、YouTube って、こう、見る側で考えると、こう、芸能人、有名人の人がチャンネル始めましたって言って、1万人行ってないと、この人で8000人なんとかって思って見てしまうし、実際芸能人の人も1万いかんからやめたとかね、そんな配信で言ってたり、テレビで言ってたりしてはるんで、やっぱり1万人っていうのが一つ、こう見る側としての価値のこう、まあ、フィルターになってくるかなと思うんですけど、いざ自分がやるともう100人もいかないです。50人もしんどいです。どうやったら50人いくんかなっていう、友達に言って回っても30ぐらいが限界ですよ、登録してくれる人って。で、なるかが、まあ、50以上はいいね周りっていうんですけど、インスタとかでもそうですけど、僕ら作家で言うと、作家さんとつながりたいっていう言葉で検索するとたくさん出てきます。で、まあ、そういう言葉が昔からあるので、で、その人たちが作った作品に順番にいいねをして回ると、これも本当に1分間に何件とかすごいスピードでいいねして回って、で、いや実は私も、イラスト描いてますとかね、
で、YouTube とかでも順番に回って、チャンネル登録しました。僕も YouTube やってるんで見に来てくださいとかって営業活動をネット上ですると。これをすると、まあ、50人、100人とかありえるかなって、もしかした中にはもうすべていいね周りに力を振って、1000人を目指してるとか、1000人達成した人もいるかもしれないんですけど、やっぱり人の心を動かすというか、登録してもらうっていうのはそう簡単なことではなくて、すごく難しいです。うちはありがたいことに、ともちるぜっていう、僕はもう造形作家として、もうプライドを持って、もう人生もこれで、終わってもいいのかなと思ってるんですけど、造形やってきたけども YouTube との相性が悪かった。だから、造形の王様っていう名前で検索してもらえないので、当然どんな作品を載せても見てもらえないと。すごかったら回るよって言うけど、そんなことないですよ。世界一すごい造形が、YouTube 上に上がったとしても、一人目が見に来ない限りは動くことはないので、とにかく難しい、埋もれてしまう世界だったので、そこでまあゲーム実況をスタートしたと。その時に、造形作家だし、イラストレーターだし、できたらまあその特殊な、魅力のあるイラストのものだったり、キャラクターのものを、世界観のものはないかなって思って、見つけたのがともちるだったと。で、それがまあ、来月かな、9月に再販されるということで、何か僕なりに協力できたら、もう何の発信力もないですけどね、何か力になれることがないかなと思ってるんですけども、そのともちるユーザーの人たちに、僕はまあ、ツイッターに、ともちるゲーム実況してますっていうようなツイートをしたんですよね。で、それで皆さんがリツイートしたりとか、いいねしたりとか、見てあげてって言ってくれたおかげで登録者数が増え出したと。それが最初。で、そこから、野球ゲームの実況をスタートして、で、このユーザーの人たちが、まあ、いい人も悪い人もいます、中には。初めて僕2チャンネル、今で5チャンネルって名前になってるのかな、当時2チャンネルって言われてたあの掲示板を見たんですけど、すっごいボロカス書かれてて、なんか悲しくもなったけど、でもまあ、僕だけのものではないから、ゲーム実況って。だから、そのゲーム実況もそのゲームもそうですけど、やってる人たちにとっては自分だけのものなんですね、それぞれがね。だから自分の好きなものを、よく言われたり悪く言われたりすると、それぞれ思いがあるみたいで、余計にこう、まあなんか、いろんなことが書かれてて、なるほどなぁと思う反面、やっぱり傷つきもしたんですけどね。まあそのユーザーの人たちが、チャンネル登録してくれたり、宣伝してくれたりして、またうちのチャンネルは一つ成長できたと。登録者300人ぐらいまでいったのかな。で、まあ、そこから、まあ、YouTube ショートというものが流行って作品動画が回るようになったと。YouTube ショートはもうあの検索関係ないですからね。見てたら流れる、自動で流れる動画なので、それによってうちの作品が自動でいろんな人のところに流れていって、たくさんの方が知ってくださったというところで、まあ、嬉しいですよ。作品が見てもらえてることは一つ大きいし。まあこのチャンネル自体がね、やっぱり収益とかいろんなことを考えていくと、当然 YouTube ショートではなくて、ちゃんとその動画としてね、視聴数が出て、で、そしてまあそのハブって言われる、見に来てくれ、この人の見に来たい、造形の王様の配信が見たいって思ってもらえる環境になるのはまだまだ先だと思うんですけど、なんとかその状況を持っていく、ようにね、よりちょっとここから頑張ってみたいなと思ってます。で、当然、まあ今の勢いだけでいけば、自分の造形をとことんまで押し切るんですけど、やっぱりそうやって、ともちる勢とか、バーサス勢とかにお世話になって、僕はまあ、インディーゲームというか、まあ、ちょっとこう、第一線ではないゲームを取り上げることが多いんですけど、できたら僕自身に発信力がついたら、やっぱその辺は協力したいなって、イリュージョンコネクトとかハンターハンターもそうなんですけどね、面白いゲームやのになかなか知られてないっていうゲーム、プラギバーサスはもちろん筆頭ですけど、ともちるもそうかな、なんかこうもっといろんな人に知ってもらえる力になれるようにね、今やってもあんま意味ないですけど、もうちょっとこう発信力ついたら、より、僕なりの解釈でやってみたいなと思ってます。まあ、ここまでなかなか聞いてくれてる人、特にまあ、うちのチャンネルがこんだけでかくなったのって、最初のやっぱ1年ですよ。しんどかったのは当然ながら。
誰がいたんかな。まあ高府さんが最初でしたけど、ポアちゃんとかいろんな人たちが登場して、デミオさん、キラボシさん、ハリネズミさん、笹団子さん、カナルさん、なんか、まあ武田くんもそうやな。武田くんが結構なんやかんやでめっちゃ見てくれてる気もするけど、誰も見ないチャンネルを見に来てくれて視聴数2桁いかないのにね。で、あの動画こうでしたよ、ああでしたよって言ってくれて、やっぱ嬉しかったし、見てくれてる人がいて、感想を言ってくれる人がいて、やっぱ僕ね、今回ちょっと両親を亡くして一番ショックなのはそこで、自分の作品を作って作品にコメントしてくれる人がいなくなったんですよね。ええなこれってもう必ず言ってくれてたのに、それが誰もいなくなったから、すごく急になんか作ることがしんどくなったんですけど、やっぱりゲーム実況を頑張れたのって、そうやっていろんな人が見に来てくれたから頑張れたし、で、まあちょっと思ってるのは、ハブ動画ってこの人がやってるから見たいものっていう風に考えたら、僕はやっぱりその登録者1000人を超えるためとかで、超えてから今度視聴回数を取りに行くために、ちょっと無理しましたよね。その明るく元気に喋ったりで、あんまりややこしいことは言わなくしたりとかっていう風にしたし、まあ実際なんかちょろっと言ったりしたら、その掲示板に悪口書かれたりしてるわけですから、どうやねんと思ったけど、でもまあさっきも話したけど、その人はその人なりにそのゲームが好きだから、当然自分の好きなゲームを悪く言われたと思って当然こう言ってはるわけですから、その人の正義だし、で僕は僕の正義だし、別にそこは一つそれでいいのかなと思ってて、要するに何が言いたいかっていうと、もうちょっと自分らしくいこうかなと思ってます。なんか聞き取りやすさは大事ですよ。明るく元気にはもちろんやるつもりだけど、でもなんかやっぱ造形の王様としてやってきて、でまあね、友知るぜの人たちは王様って呼んでくれて、で千番界隈では神様になってるみたいなんですけど、でもね、一部では特にプロ野球 VS 勢は僕のことを造形さんって言うんですよね。あれはね、やっぱり、僕自身がちょっとなんやろう、その最初出てきた時、僕は王様と呼ばれる態度だったんだと思う。だからみんながそういう風に呼んでくれたのが、だんだんとちょっとその自分らしさを失ってしまったことによって造形さんになったんだと思うんですよね。まああの世界、ほんで強いか弱いかも一つあるから、そういう意味でこの下に見る言い方にわざとしたいんだと思うんですけど、もう少し自分らしくいこうかなとは思ってます。なんか造形さんっていうのがね、気に食わんのですよね。それで本来そっちでいいんですよ。造形作家としての名前が売れなければいけないから、王様っていう名前の人ってめちゃくちゃ多いんですよね。だから造形の王様っていう名前が一番、まあこうそのまま覚えてもらうのが一番いいんですけど、なんかでも自分らしさがなくなったから、僕まあこういう名前にしたのは、僕自身の態度がでかいからこういう名前にしたわけなんですけど、なんかちょっと萎縮してたのかなって思うところもあって、まあちょっと改めてこれからはね、もう少しこう自分なりにより前に進む。で、もうここまで誰も聞いてないでしょうから、ここ最近ずっと僕その指導をする立場に立たせてもらって、まあやっぱちょっと偉い立場というかね。で、一生懸命自分なりに精一杯向き合ってみて、で、まあそのみんな頑張ってくれて、いい結果を出してくれて、すげえなーと思って、でまあ自分の工房に戻ってきて、今思うことは、やっぱこの自分自身が何か得るものがあったのかっていうと、そこがちょっと見えない。結果は出したと思う。結果は出したけど、でも僕別に、その指導者としての頂点を目指してるわけではないから、やっぱりその今回の経験の中で、彼らはもちろん成長したけど、僕自身も何かそれを自分の前に進むための、ものにしないといけないし、で、まあ、こう戻ってきてすぐ作品作りも再開したし、動画投稿も再開したんです。で、それはやっぱり、ここで、いやーよ、俺よくやったな、結果出したなって、止まる立場じゃないんですよね。僕も足バタバタしとかんと沈んじゃうんで、だからまあちょっとこれからはね、よりまた
自分なりにもうあがくことしかできないけど、1500の次2000、3000ですか、どうやんのかわからないけど、でも、そのハブ動画って言われる、ほとんどがハブ動画なんですって、YouTube って。だから人気出えへんらしくて、みんなね。本来はヒーローを探しに行くことが先らしいんですけど、宇宙はヒーローもよく探してきて、まあ、このざまですから。うん。やっぱハブの部分、作品だったり、僕自身の、やっぱり、そうね、例えば、影響力が僕に発信力があるなら、僕は別にテレビもろくに見ないし、その政治云々とかにどうこう思うつもりはないけど、でもちょっとは言いたいかなって思う時はある。そのコロナとかあんなの対応にしてもそうだし、もちろんその先生と呼ばれる人たち、学校だけじゃなくて病院もそうやし、もっとシンプルに何かできることあるんじゃないのって、その命との向き合い方おかしくないって思うような経験が僕はたくさん今回したから、だからいろいろね、力がつけば発信していきたいなと思うんですけど、それはやっぱりそのハブの部分であり、僕で言うとそのなんやろな、王様の部分かな、造形の部分っていうのはもちろんこれからどん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 、良くしていくつもりですし、まああとは見せ方かなと思う。本当造形だけはこう一丸となってやってきたというか、みんながまあ僕にこう力くれて応援してくれてやってきたものですから、本来見てさえもらえればなんとかなると思ってるし、ただまあちょっとこの王様の部分が私自身が少しこういろいろありすぎましたから、この1000人1500人を取りに行くに従ってね、よりこう見えなくなったところもあったので、またやっぱりちょっと自分らしさっていうのもこう作っていきたいなって思うところです。そうね、まあまあ作品を増やすのと、あとそれからレトロゲームの配信が、配信機材がもう3代目に変わりました。もう今まで7年やってますから、順番に傷んでいって、とうとうね、もう何年も考えてたレトロフリークに手を出しまして、感激してます。またちょっとこれは配信しようと思うんですけど、すごいねレトロフリークって、なんか数秒でデータコピーできますよ。もうなんか今までうちレトロゲーム配信ってやってきたけど、画質も全然ちゃうし、あーすごい、半導体不足解消されてよかったなーって。値段がどれぐらい、1万円以上安くなったんかな、値下がりしたんですよね。まあ値上がりしてただけのことですけど、なのでちょっとレトロフリークも再開しましたし、いつものメンバーですね、誰だ最後まで見てくれるっていうと、笹団子さん、デミオさん、キラボシさん、武田くん、このあたりかな。トビさんとかで見てくれてんのかな、ちょっと僕あんま分かってないんですけど、まあでもみんなにこう楽しんでもらえるところっていうのはどんどん出していってね、これ2000行こうと思ったら1日何十人とかのペースじゃないとちょっと行かないんですよ。やっぱもう1000人超えた時から感じてるんですけど、まあ、1000人以上の人の登録解除を防ぐことはできない。だから毎日やっぱり何人かずつ減るから、だから増え傾向に持っていこうと思ったら、すごい株としたらブワーって登っていってないといけないんで、どうしたらいいんですか？まあまあより積極的にね、いいものを、とにかくまあいいものを作る、それからこう生徒に最後言えたかな、どうかな。やっぱり一番最後ね、やるべきことって一生懸命やることと丁寧にやること、この二つ。それはものづくりもそうだし、人との接し方もね、僕はもう投げやりになったことがあったし、まあ雑に作ったことはないですけど、一生懸命であること、丁寧であることっていうのはやっぱりどこかで救われるものがあって、まあ勘違いもね、ちょっとありましたけどね、その当日めちゃめちゃ緊張してみんなゆっくり作るっていうのがあって、ゆっくり作ったから丁寧というわけではないので、やっぱりもう駆け抜けるようにね、一生懸命もう何やろ、一心不乱無我夢中に走り、その上丁寧に作ることっていうのはできるので、何かね、またちょっとこの1500という一つ、ちょっと正直虚しさはあります。1500行くことに何もかもこうなんか自分の中で目標にしてきて、1500なってみて眺めはしますよ。
あのチャンネル登録者数見て1500やなって見るんですけど、でも1500いったら何か変わるかって思ってたことが大きくは変わってないので、全くゼロではない。やっぱりおすすめには上がりやすくなってる。これはもう間違いなく YouTube ショートがうちは回ってるんで他の人は回ってないから、そういう意味では強みではあるけど、でもちょっとここグッとこうね締め直さなあかんとこやなと思うので、ちょっとダラダラ喋りましたけど、より一層こういい結果出せるように頑張っていきたいなと思います。もうあのメンバーシップも皆さん登録者そうだった、四十から三代一番世話になってるのはそうだった、あのいろんな方にねメンバーシップ登録していただきながら、まあでもまあもう誰も聞いてないからいいですけど、バラバラになったメンバーまた会いたいけどね、ちょっとねいろんなことがあってバラバラになりすぎたからね、そこは寂しさあるかなと思って、仲良かった人がもう今はそのゲーム上、ツイッター上にもいないですからね、みんな。まあ、いてるけど、触れにくいやつもいるし、ちょっと難しいところではあるけど、でも、まあ、大きいですよ。こういうもの、その場所がもう一個あるっていうのはね、自分の現実世界以外に居場所があるっていうのは、そこでまた情報も入ってくるから、やっぱり、大きなことではあるからね、ここで僕自身もその一つになれるように、ね、あの人のチャンネル見たらいろいろ情報入ってくるでってなれるように、でそうやね、いい先生でありたいなとも思いますね、なんとなく。最後ね、これまた別の動画で言えばいい話だけど、お礼を言えるようにしてあげたいね、この教えた時にね、いつもこれは思う。こう終わった時に、みんな自分のスキルやと思ってしまう。これはもう僕自身がそうやったけど、もう今もだからそれこそ1500の一端は自分の力やって思ってるところはあるし、自分が1000番やってた時も、いろんな人たちがもう悪戦苦闘して僕に指導してくれたのに、勝ったら全部自分の勝ちやみたいな気持ちがどっかにあったから、どうしてもね、当時僕が、当時って言っても数年前ですけど、技能五輪の生徒指導した時に、まあ、休みの日も出てくるきっちりした子だったんですけど、彼がまあ、いざ、就職して、で、オリンピック出るって決まった時に何も言わなかったんですよね。すごくそれがショックで、やっぱりそれは自分の力で出たと思ったからだと思うんですよね。だから僕自身は今になってもう77やって先生言ってましたけど、先生に連絡しておかげで仕事もらいましたって話してたんですけど、やっぱこう、感謝できるような人に、感謝してもらえる人にならないといけないし、自分もできる人間にならないといけないしね。なんかいろんなその見つめ直すのもこの場かなとは思っているので、この造形の王様の部分、それからまあもちろん当然ながら造形の部分、そして、うちの工房のゲーム配信の部分もね、より一層力は入れていきますので、ぜひぜひまたこれからもお付き合いいただけたらなと思います。ということで、今回はチャンネル登録者数1500人達成することができました。もっと頑張っていきましょう。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの